元気な毎日を送っていますか。奥田一美です。近年、少子化が進む一方で、手術を必要とする新生児は増加しています。出生前の診断や病気について伺います。教えていただくのは、鳥取大学医学部附属病院小児外科、長谷川俊道診療科長、特命教授です。 長谷川先生は参院でも数少ない日本小児外科学会認定の指導医新生児や小児一般の外科的治療を専門としていますでは長谷川先生よろしくお願いいたしますはいお願いします今回のテーマは新生児の外科的病気です新生児とは出生後二十八日未満のお子さんのことを言います ですので、新生児の外科的病気とは、出生後28日未満の子どもの手術を必要とする病気ということになります。先生、生まれたばかりの新生児に外科的病気があると聞くと、お母様もちろんですけれども、ご家族もかなり不安だと思うんですよね。どのくらいの割合の新生児がこの外科的病気にかかっているのでしょうか。はい、えー、最近、日本におきましては、 年間約90万人から100万人ぐらいの新生児が出生されていますそのうち約4000人が外科的な病気を持っているというふうに言われてまして約250人に1人という割合になりますただほとんどの病気はちゃんときちんと治療すれば治るというそういう疾患になってきていますはい 新生児の外科的病気についてこちらのフリップにまとめましたこちらはですね新生児の出生数と手術の症例数を表したグラフになっております、まあ、こうやってグラフにしてみますと出生数は減っているのに対して手術の症例数は増加しているのが一目瞭然ですね先生そうですね<生>、えー、かなり古い時と比べてるんですけどはい まあだんだん戦後ですね戦後からずっと徐々に出生数は減っているんですけど、この手術するべき方はどんどんこうなっていると、1964年に比べると、もう5、6倍ぐらいになっているという状況ですかなり増加していますよね。これどうししてて増加しているんですか、はい 一つの要因としましては、ハイリスク妊娠、ハイリスク出産というのが増えているというふうに言われています。それはあの、まあ、働き方とか生活環境が変わって、女性の、まあ、高齢出産がまあ増えていって、まあ、そういうハイリスク妊娠、出産によって早産の方が増えて、そして、まあ、 低出生体重の方が生まれることが多くなっているということが一つ要因にられています、はい、続いてですねこうした外科的病気や異常などを生まれる前に診断ができる出生前診断についてこちらにまとめました。こちらですねで出生前診断とは 画像や遺伝子の検査を用いて携帯異常などを診断するという検査です。まあ先生、こういった検査でわかる病気もあるんですね。そうですね。まああの外科的疾患はこの画像検査、特に超音波検査とか MRI 検査でそういう画像の異常を見つけることによってほとんどが診断されます。はい。 こういった診断が出生前にできるということでやはりお母さんにとってもメリットがあるんですそうですねまあ出生前にどういう病気かということを予測するということでお母さんのお腹の中にいる間に母体搬送ということで専門施設に搬送してそして生まれてすぐにこういった外科的き手術ですねそういう治療を開始できるとそういうメリットがありますその他にお腹の中で 適切なあ薬,あの薬物治療とかそういうことが必要な場合はそういうこともできるしで分娩の方法とか分娩の時期なんかも、えーあのえー、事前に計画することができるとそういういメリットがありますなるほどこう生まれる前から治療の準備ができているというのはもうお母さんにとっても心強いことですよね。 でこの出生前診断は希望をすれば受けることはできるんでしょうか。そうですね、まあ、それはまあ参加の先生の判置、えー、になるんですけど、定、ま、期、あ、的に超馬検査とか、そういうことで、えー、それは可能だというふうに思いますまあこの出生前診断によって分かる外科的病気について、こちらのフリップにまとめました。 先天性腸閉鎖症、腸狭窄症、先天性横隔膜ヘルニア、大便性腹膜炎などとありますが、先生ご説明お願いします。はい、これらはあの形態的な異常でありまして、代表的なあ新生児外科疾患になります。出生前に診断されると出生前から計画して治療が、えー、行えるというメリットがあります。 治療にはですね専門的な施設が必要だと思うんですけれどもその施設はどういったものなんでしょうか、はい、?MFICU 母体胎児集中治療室というのがありますそして NICU 新生児、えー、集中治療室、えー、この2つで、まあ、24時間体制で、えー、常にお母さんから胎児そして新生児までを、まあ、一貫して、えー、治療するということで。 大学病院にはです、ね、総合集散期母子医療センターというこの2つの MFICU と NICU を備えているというこういう専門施設があってそこでわれわれは新生児の先生、参加の先生と一緒に管理をしているとこういった専門的なケアを受けることができると安心ですよね。 では、特に症例数の多い二つの病気について、これからは伺っていきます。まずは、こちらです。先天性腸閉鎖症についてです。生まれつきに腸の一部が途切れていて、飲み込んだものや腸液がたまり、嘔吐をきたすということなんですけれども、先生。はい。腸閉鎖症というのは、新生児で、えー、手術する、 病気の中で一二を表すぐらいのおっ多い病気になります。まあ二つのタイプあるんですけど、こういう腸の中にこう膜が出ているタイプと、そして完全にこう途切れているというこれ切除物というんですけど、はい、そこまで途切れているというこの二つがあります。症状はどちらも一緒で飲み込んだものが通らないわけですね。だから水分とか。 ミルクが下の方に通っていけないことでお腹が張ってきたり凹凸そして脱水栄養障害になっていきます、まあ、放っておくとそういう腸液が溜まって線香といって腸が破れちゃうわけですねそういうこととかいろんな血行障害とかいろんなことを起こしますのでやはり生まれて、えー、割と早い時期に手術しないといけないというような まあ病気です。こちらの病気どのような治療を行うんでしょうか。はい、あのまあここの、えー、途切れている腸がありますね。ここを、えー、悪いところをまあこう切って、そして胃腸とこの下の良い、えー、腸をどうしよこうくっつけて、ドンドンと粉合するというような手術になります。合併症とかない限りほとんど九十パーセント以上は。 治るという病気ですはいまあなおさら出生前に分かることが大切ということですねそうですねでは続いて特に症例数の多い病気横隔膜ヘルニアですこちらは胸部と腹部の間にある横隔膜に穴が開いているという病気なんですねそうですねこれは呼吸障害を、えーま、生じると いう重症の病気の一つです。ここに網隔膜があります。で、ここに穴が生まれる前に発生学的な異常で穴が開いてしまって、そしてお腹の中の腸とかですね、これは肝臓とか脾臓とかそういうのがこう胸腔内胸の中に入ってくる病気です。お母さんの M.R.I. 検査で、ちょっとこちら右左逆なんですけど。 このように腸がですね、胸腔の中に入っているのがわかります。そして肺の方が、いつもの問題はこの肺がこの腸とかに圧迫されて、肺底形成っていうんですけど、そのために生まれてから重症の呼吸障害を起こすという、まああの最重症の病気の一つです。そういう呼吸障害が分かっているときは、生まれる前から MFICU とかそういうところに入ってもらってそしていい時期に生まれてそしてすぐに手術できるというような病気です、はい、ではこの横隔膜ヘルニアはどういった治療法があるんでしょうか、はい、まずあの、まあ、腹部からお腹を切っていく場合と、まあ、胸からいく場合があるんですけども、まあ、いずれにしてもこの胸腔内に入っている腸とかをですね お腹の中に戻してそしてこの横隔膜の穴を閉じるという手術になります生まれる前からの胎児期の赤ちゃんの管理とそして生まれてからあのそういう呼吸管理をするということが非常に重要になりますなるほど この出生前診断によって病気がわかると、胎児のうちから治療を行ったりですとか、生まれる前後の診断や治療について考えることができると前もってそうですね。観察ができるということなんですよね。ねきちんとした治療をすれば、ほとほとんどの方がちゃんと成長発育してで元気なあのお子さんになっていきます。で出生前からあ分かっ ということを、まあ、悲観的に考える方も多いんですけど決してそうではなくて出生年からこういう病気の治療を、えー、ちゃんと、えー、計画して、えー、治療できるということでむしろ、えー、こういうことはあの赤ちゃん、えー、お子さんにとって非常にいい手段だと思いますでこれから未来将来のあるお子さんをですね あの育てていくということで出生前診断とそしてこういう集産期医療というのはすごくメリットのある手段だと思っております、はい、長谷川先生ありがとうございました新生児の外科的病気は出生前に診断できるものもあります気になることがあればかかりつけの医師に相談してください 聞いて納得医療最前線次回はご覧のテーマですぜひご覧ください